大家好。大家好。リハです。おしんす。はい。ちょっと今日本中、台湾中で話題の福原愛ちゃん。いや本当に大変ですね。福原愛ちゃんのことですごいちょっとコウ君の問題とかね、はい、問題とかいろいろ話題になってますけど、はい、新しい事実が発覚したんですよ。そうなんですか。なんと愛ちゃんの横浜でデートしたお相手、うん、既婚者だったんですよ。え？マジですか？え？つまりダブル？ダブル不倫？イエス。うわあ！すごいでしょ？マジっすか？マジ5つ5歳年下の男って言って鳥肌立ってる。待ってよ、5歳年下の男って言ったら普通は独身だと思ったんですよ。そうですよね。で愛ちゃんもちょっと一応ねその彼に彼女いるんですかって聞いたらしいんですよ。おそうですよね、うん、そしたらねいないよって言ったらしいんですよ。いないよ。いやでも嫁はいたんだよ彼女じゃなくて。マジかそれ。マジひどいな。本当ね日本の男ってひどいよね。そうですね。まあでも聞きますもんねそういう話とかって。いやでもね私なんか台湾長いじゃないですか、はい、本当に日本の男ってねそういうやついるんですよ。台湾の皆さん日本の男性には気をつけてください。僕は大丈夫ですよ。僕はもう大丈夫。そうです。誠実を形にしたいような思って。うん、まあそういうことにしておこうかな。え、愛ちゃんは知ってたんだよ。知らなかったってことですか。騙されたっけ。マジで彼女いるのって聞いたらいないって。へえ。それはいないよ。でね、ほら前にびっくり台湾に出させていただいた時に、はい、私ねそのいろんなこれからまだ隠れてる問題がポッポポポ出てきますよって言ったんですよ。言ってた。当たってる。ポッと出てきちゃった。うわさすがリュウハさん。いやちょっとびっくりでしょ。でもね本当にそれで奥さんとはなんか大学時代からの仲らしいんですよ。そう で最近、まあ、1年ぐらい前に籍を入れたらしいんですけど、はい、じゃああれですねその勝者の男性の方もモザイクが取れるのはまずかったんですね。いやまあ一般人だから出してまずいだろうけど、はい、でもまあ奥さんとの仲もやばいよね。やばいですね。奥さんもね小柄な人らしくて。そうなんです。愛ちゃんも小柄じゃないですか。だからタイプだと思うんですけど。わそうなんだ。でなんかその情報によるとね、はい、その神奈川県の有名な私立高校を出て、はい、で早稲田に入ってで早稲田のサークルで結構こうブイブイ言わせてたらしいんですよ。へでその後商社に入ってで、まあ、結構大活躍してたみたいな。エリートですね、うん、でもこのコロナでね全然海外出張とかは行けなくって、まあ、ちょっと暇してたっていうのもあったみたいなんですけど、はい、絶対それ海外で遊んでるタイプですね。絶対台湾とか来てるかもしれないよね。うわ、うん、そんなんで愛ちゃんももしかしたら親近感持っちゃったのかもしれませんよね。それはでもどうやってメディアに出たんですかね。わかんないんですよ。でもだって愛ちゃんが知るじゃないですか、うん、その奥さんいたのってなるわけで。奥さんだから愛ちゃんもだからメディアから知ったらしいんですよ。あそうなんだ。うん、それはまた修羅場ですね、うん、それでなんかメディアの人もこう本人とかにもインタビューとかしてるんだけど、はい、本人は一般人ということで答えてないそうです。うわそれはちょっとびっくりした。だからちょっとねまた続報が入ったらすぐお知らせしたいと思います、はい、でもね皆さん日本の男には気をつけてくださいね。僕は大丈夫ですよ。本当ですね。はい大丈夫です、はい、ということでちょっと簡単ですけどね今回で失礼したいと思います。はい、じゃあね。ありがとうございました。バイバイ。